なんでずっとこの村にいるの？いろいろ選択肢はあったんじゃない？あるわけねえだ。こいつ犯罪者の息子よ。お前だってこの村早く出てえだろ。ずっと一人で戦ってたんでしょ？こんなところで。人生逆転するじゃないまだ。村村長も全員知ってるってことっすよ。この村ヤバすぎでしょ。これって積み上げてきたものが全部なくなる。 この風景が怖かった。全員が同じ表情で同じところに向かう。閉ざされた村に宿る光と闇。この村にいらねえんじゃない？みんなこと待ってんだ。逃れられない運命の果てにあるものとは。ビレッジ。